大人の休日を使って東京に行ってきました。最初に仙台で下車しました。伊達の牛タンで通天定食食べました。それから東京に向かいました。秋葉原のホコ店です。秋葉でいろいろ珍しいものがいっぱい売ってました。そこになんとミニパトがいました。珍しいですと聞いてました。ヨドバシカメラに覗いてみました。チンするレストランだ。こりゃと見ると電子レンジでチンするんですね。すごい。それに中にダイソもありました。時代の流れを感じます。9時半に行きました。贅沢丼ました。美味しかったです。宿泊場所は川崎です。ホテルからの夜景がとっても綺麗でした。朝食の時間が来ました。イクラが食べ放題のらしいです。びっくりです。食べ放題です。そんなに食べられません。ホタテネギトロ、サーモンなどのお刺身がありました。その他様々いっぱいあります。オムレツも食べました。ごちそうさまでした。川崎大師行ってきました。建物がいっぱいです。さすが有名場所ですよね。建物の大きさにはびっくりです。願い事は叶うといいんですが、協力してくれた皆様にありがとうございます。